送り火の時もよく見える場所です。はい。ほんまや。ここまで上がってきたらよう見える。正面に大文字が見えますですね。でですね、ここは末端宝龍宮のですね、一番頂上になります。一番高いところですね。ですからこれは断層のですね、その動きでですね、ここは隆起をして、ここまで高くなったということになっています。で、この先は徐々にこう下っていくんですけども、実はそのもう一つですね、こちらの方に断層がそれでできているんですが、まあ、それはまた後で後々申し上げます。岡崎断層という断層がですね、ごめんなさい、神楽岡断層という断層が、発しているんですけども、先ほどのですね、グラウンドのところからですね、これはもうすでに書いてありますけども、ここに緑の土を通ってですね、ここを通ってこういう風にですね、で、ここでこんな感じになる、こういう具合にですね、断層が引けるわけですね。で、私たちは今どこにいるかというと、この公園の、この部分に今私たちは立っているということで、そのところにいる。ですから断層、花折れ断層そのものは背後にあるわけですね。で、もう一つここに地形的に見るとですね、スパーッと切れているのがありますですね。で、ここに実はもう一つ断層が、できているんですね。で、これが神楽岡断層という断層なんですね。神楽岡断層です。で、それはちょっとこちらのですね、プリントの方にも少し書いてありますが、5ページのところにですね、神楽岡断層に限られた細長い地類というふうに出てますね。この末端宝龍宮、このことをですね、地類という言い方もすることあるんですね。地類です。ですからよくよく考えてみるとですね、京都の市内にですね、結構ボコボコとしたこういうなんでこのところに山があるんだろうというところに、もこっとしたです、こもりしたですね、山が存在しています。そういうのは断層由来のものということが多いです、ね。あとはですね、ずっと降りていって新如堂という方にですね、向かいたいと思います。で、神楽岡断層をですね、途中またぎます。またいでですね、今度新如堂の方に向かいたいと思います。で、これは大文字言いましたね。大文字言いましたね。大文字はまた後でですね、断層の崖だというお話をいたします。